ヒョ今日も楽しくゲーム実況プレイは大胆かつ慎重プリーズサブスクライブランデブーミヒトチャンネル。はいどうも皆さんこんにちはこんばんはミヒトです。今回はリネレバやっていきたいと思います。さてリネレバアップデートが来ましたね。トリックオアトリート、そうハロウィンイベントです。いやハロウィンイベントが来てね、あの沈黙の墓場っていうね、今いるグルーディン街道のね、今僕がいるこの墓場のステージなんですけども、ここにねカボチャ型の宝箱が出ると、4時間ごとに小さい宝箱が400個とでっかい宝箱が1つ出るみたいなんですね。まあ、トレジャーハントイベントの再開催かなと思ったんですけどね、あの全然宝箱ないの実はですねこれもう20分走り回りました。だがしかしかぼちゃ1つもなしですおかしいな、お知らせにはちゃんと書いてあるはずなんだけどな。これでしょ、テロフィン、はテロフィンってなんだよ、ハロウィンハントですよね。ここにね、あのメンテナンス終了後って書いてあるから、もう始まってていいはずなんですよね。で12時になったらまたカボチャが最終的にするからつって、また12時まで待ったんですけど、おいおいおいってね12時になってもカボチャ ないよって画像みたいにね、いろんなところにポコポンポンポン出てるのかと思ったら出てないんですよ。なんでかなーと思ってね、まず探して見つからなかったって感じでございます今いやね、あのカボチャ開けるとことかね、ちょっとお見せしたかったんですけど、ちょっともうこれ以上時間がねなかなか割けないので、今回は、ちょっと見送りたいと思います。じゃあもう一つっていうか他にもね、あのハロウィンの、イベントっていうのが来ていまして、もう一度お知らせを見ましょうか。これですね、ハロウィンイベントカボチャフェスティバル、カボチャを集めてアイテムと交換できる、そうアイテムと交換です。昔ありましたよね、あのスペルコレクションっていうね、1とか2とか S とか P とかね、なんかいろいろと集めるやつなんですけども、今回はねこの5種類のカボチャを集めます。で5種類のカボチャのね落ちる場所などをね、基本書いてありますので、お知らせの方に書いてありますので、そちらをご覧ください。まあ、基本次元の迷路クリアでは手に入りますね。あとはエリートモンスターや最終ダンジョンなどなどで手に入るですけども、下2つの青色と赤色のカボチャだけ、ギロチン討伐しないとダメみたいです。でその下の方にはね、交換できるものっていうのが書いてありますのでね、まあ、僕の目当て的にはちょっとスキルブックかなっていうのがあるんですよね。ちょっと今ヒーリングストライクが作りたくて頑張って集めてるんですよ。まあなかなか集まりませんけどね、まだ3つしかないよねえ、ちょっとね、あの、カボチャの中身がね、めちゃくちゃ豪華みたいなんですよ。で、あとなんかね、課金したブルーダイヤでしか買えないんですけど、ハロウィン装飾品登場ということで、ハロウィンの期間限定のアイテムがあるみたいでしてね、こういうのもなんかあるんで、ちょっと欲しいなぁとも思ったりするんですけど、まあ、あとは1万円使って魔法の宝器を手に入れようっていう、なんかね、これ、ウルトラレアのペット扱いみたいになるみたいでして、ステータスが1万4000上がるみたいなんですよ。はぁってね。1万4000上がるっていう情報が入ってるんですよ。それはちょっと、無課金である私としてはちょっとね、えって、課金すりゃ戦闘力すんごい上がるってどういうことっていうのちょっとありますけど、まあ、買うかもね。ちょっとね、ほうきに乗ってみたいっていうのもあるんでね。さてと、ちょっとね、あの宝箱見つかれなくてちょっと残念なんですけれどもね、今回はちょっとハロウィンイベントの紹介ということでここら辺で終わりにしたいと思います。またね、なんかね、あのポーションみたいなやつを使うねやつが追加されて、簡単に追加あのポーションなどを使えるようになっているので、なかなかいい感じじゃないかなと、いいアップデートだったと思います。それでは、今回はここら辺で終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。今回の動画は楽しんでいただけたでしょうか。
コメント、高評価、チャンネル登録、リクエストの方お待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。